いつもブログ、ツイッター、メルマガをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、このツイッターとかブログとかメルマガの、基本になるですね、為替の特性について、JFX さんとですね、タイアップして、オリジナルレポートとそれから、動画をですね、プレゼントすることにいたしました。コンテンツの内容はですね6つほどあります。まず1つは相場の、時間割と戦術、それから財務会計相場、3大マーケットの特徴、そして値動き分析、トレンド相場とレンジ相場、そして最後にボリンジャー5というのがあります。それぞれについて簡単にご説明しますと、まず相場の時間割と戦術というのはですね、1日の中にですね、要するにマーケットに入っていい時と悪い時があると。でその入っていい時を利用してですね、いかに儲けるかということで戦術をですね、お話ししているというものです。で財務会計相場というのはですね、今度は1年間を見てみますとですね、1年の中で実は企業のですね、財務会計関連のですね、為替の売買によってですね、かなり影響を受けています。具体的に言いますと、12ヶ月のうちですね、10ヶ月はですね、そうした影響を受けていますので、それを事前に知っているか知らないかでかなり成績が変わってくると思います。それから三大マーケットの特徴というのはですね、やはりその、ロンドン、東京、ロンドン、ニューヨークとありますけれども、それぞれのですね、構成している人たちがどういう人たち、それによってですね、当然ながら相場の動きも違ってきますので、それについてですね、ご紹介したいと思います。でそして値動き分析というのはですね、相場のですね、いわゆる、スマホとかですね、あるいは PC で見るですね、あのチカチカしたプライスがありますけれども、あのプライスを見ることによってマーケットがショートになっているかロングになっているか、あるいはそれによってどういうふうにですね、やっていかなきゃならないかということなんですけど、ただし値動きをですね、プライスから見るのは非常にまだ熟練が要しますんで、今回はですね、チャートを基本にしてより分かりやすくですね、ご紹介したいというふうに思います。でそれからトレンド相場とレンジ相場についてはもうすでに皆さんよくご存知の言葉だと思いますけれども、ただこのトレンド相場とレンジ相場がどういう性格を持っているのか、それによってですね、どういうトレードのスタイルを持たなきゃいけないか、その点についてですね、詳しくお話ししたいと思います。で最後のボリンジャー5というのはですね、相場は方向性を当てるというのは非常に大事なことなんですけれども、それと同時にですね、本日は相場がいつどこでどこのタイミングで動くかというですね、そのタイミングを知るということが非常に大事になります。でこのタイミングを知るのにですね、客観的な方法がありまして、その一つがボリンジャー5というのがあります。それについてですね、詳しくご説明したいと思います。6つのですね、コンテンツでいろいろとお話ししてますけれども、私が一番に考えていることっていうのはですね、即実践に役立つものというものを、ご紹介しています。相場の時間割のようにですね、もうその日のうちにですね、東京タイムはどうすればいいか、あるいはロンドンタイムはどうすればいいか、あるいはニューヨークタイムはどうすればいいかということはですね、具体的にご説明させていただいてます。で、あるいは値動き分析で、マーケットのですね、値の動きによってですね、マーケットのポジションがどういうふうに偏っているかということ、それによるトレードをどうすればいいかということですね。こういうことをですね、経験をとですね、知識を総動員しまして、皆さんにご紹介していきたいというふうに思っています。キャンペーンの詳細は、YouTube の概要欄あるいはブログからご確認いただければよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。